何？この授業のためにあれだけ予習したの？そうね。私が一番印象に残ったのは、美咲くんの第一人称が俺じゃなくて僕だったこと。二人本当に仲がいいのね。そうで。お待たせ。釣れないのね。そうそう、ここ一週間、ウサさん変わってきたと思わない？ええ。
ういうことじゃなくてね。ということは、やはりウサさんって昔は今みたいな女の子じゃなかったってことよね。しないし、周囲のことにも無反応だったの。マイペースというか、どこか冷めきった感じがしてたのよね。もともとそういう性格の子だっていうのなら、それはそれでその子の個性だからいいとは思うんだけど、でも彼女の場合、美咲くんから聞いていた宇佐さんと今の彼女とでは全然違うから、私も最初は戸惑っちゃって。うん、あまりに違うから同姓同名の別人かと思っちゃったわ。何が悪いってわけじゃないんだけど、悪く言うと協調性がないって感じで、クラスでも孤立しているみたいだったんだけど。あの子だけは朝比奈さんにも泰然とした態度で接しているしね。福読神宮でしょ。福読神宮ってこの辺りの氏子さんたちと地域的な強いつながりがあるから、宇佐さんの場合他の子と違って後ろ盾がしっかりしてあるのね。それでもいつも見ててハラハラさせられるのには変わりないけど。ところが今週に入ってからの宇佐さん、少し明るくなった気がするの。今までこもりがちだったのがちょっと社交的になったというか、そんな感じなのよね。知らないわけだから無理もないけど、美咲くんが戻ってきてからよ、なんとなくだけどこれまでとはちょっとずつ違ってきているような気がする。もちろんいい意味でね。なのよ。
兄様。ごめんなさい。帰る前に兄様を探したのですけど、なかなか見つからなくて。今日は地域の宗教法人の役員が集まって臨時の会合があるんです。何も今日みたいな特別な日にしなくてもとは思うのですけど。そういうわけで兄様、今日は私、さゆきのところへは行ってあげられませんの？せっかくのさゆきのバースデーなのに。違います。バースデー。でも、私はバースデープレゼント、昨日のうちに渡してありますから。もしかして忘れでした？兄様、ひどい。さゆき、知ったら悲しみますよ。
生日おめでとう。これプレゼントだよ。美咲くん？入っておいでよ。